皆さん、こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずは、フィリピン全国の新型コロナウイルス情報についてこちらです。はい、こちらは2021年1月26日時点での情報となっています。右上に出ていますのが、新規感染者数ですね。1173人となっています。そしてその下に出ているのが、 フィリピン国内の都市で新規感染者が多い都市順に表されています。一番多いのがセブ市で84人。そして2番目が太字になっていますけれども、ダバオ市で、私が住んでいるダバオ市で67人ですね。そしてカビテ、ケソン、リサールと続いています。そして左の上に行きまして、1月26日現在でフィリピン全国の感染者の総数はですね、516,166人となっています。 その下がアクティブケースと言いまして、感染者の総数から回復者の総数と死亡者の総数を除いた数、現在も陽性の状態が続いている人の数ですね、が3万と357人となっています。その下水色の四角の中が回復者の総数ですね、47万5423人となっています。 一番下の赤い四角の中が死亡者の総数で1万と386人となっています。1日で確認された死亡者の数は94人となっていますね。ということで、まだですね、フィリピンでは毎日新規感染者が出続けています。その中でですね、日本でも世界中で話題になっているのが、イギリスとイギリスをはじめとする変異種ですね、新型コロナウイルスの変異種ですけれども、フィリピンでもですね、 英国、イギリスからの変異種の、えー、変異種を非常に警戒していまして、その英国からの変異種が出た国からの今渡航禁止を行っています。それに日本も含まれています。ということで今日のメインですけれども、えー、日本からの渡航、日本からフィリピンに渡航できる人は誰なのかということで新しく発表が出ましたので、えー、こちら紹介いたします。こちら在フィリピン日本国大使館のホームページに行けば確認できるんですけれども、まず今の時点ではですね、 基本的に英国、イギリスからの編集が出ている国からの入国というのはですね、本当に基本的に認められないことになっています。ただ、2月1日から一部緩和されるとなっていますので、その具体的な内容を お話ししていきます。はい。それでは、どんな人が日本を含む英国、イギリスの変種が出ている国からですね、現在渡航禁止となっているんですけれども、どんな人たちが入ってこれるかという話ですけれども、次の人たちが入国できることになっています。一つ前がですね、認定された国際機関、外国政府職員及び医療緊急的事情でフィリピンに入国する外国人は、フィリピン国民に適用される14日間の 施設検疫機関及び IATF という省庁間タスクフォースがあるんですけれども、それが規定する検査と検疫プロトコールに従うこととなっています。そして2番目ですけれども、フィリピンの国籍者と一緒に入国するその配偶者及び未成年の子供の外国人は、 フィリピン国民に適用される14日間の施設検疫機関及び省庁間タスクフォースが規定する検査検疫プロトコールに従うこととなっています。またフィリピン外務省によりますと、企業関係者等でビジネス上真に入国の必要がある外国人、これは既存のですね、 有効なビザを持ってる人たちとなってるんですけれども、その人たちはフィリピン政府機関の推薦状を持って再入国許可申請を受け付けるとのことです。その場合、必要書類と申請先は次のようになります。必要書類というのがですね、企業からの再入国申請書。こちら入国申請者の企業でのポジションや役割。 当該人物の入国の必要性等が明記されているもの。そしてパスポートコピーおよびビザのページのコピー。さらにですね、関連するフィリピン省庁。こちらは貿易産業省ですとか、エネルギー省ですとか、公共事業道路省ですとか、財務省。等の省庁の推薦状、えー。そして大臣の署名が必要とか、かなり取得の難易度が高くなっていますね。それが必要とのことですね。またその他参考書類等が必要となっています。 で申請先のメールアドレスが、えー、あるんですけども、こちらはですね、概要欄に貼っておきます。ということで、あの、この動画をご覧になられている方で、関係する方が多いのは、 あのフィリピン人の配偶者を持ってる方だと思うんですけれども、これ英語で発表された時にですね、私もパッと読んで、あ、これはもう配偶者だったら入ってこれるんだと、以前もそうだったんですけれども、そう思いまして、あの、慌ててですね、今日本に正月期間に帰ってきて、ちょうどこの渡航禁止措置が行われて、今足止めを食らって、 え、フィリピンに戻って来られない人がいるんですけども、その人にですね、もう入ってこれますよって連絡をしてしまったんですね。ただですね、やはりよくその英文の文章を見てみたらですね、フィリピン人の配偶者もしくは未成年の子供、そして traveling with them ってのが書いてあるんですね。them っていうのがフィリピン人なんですね。フィリピン人の配偶者と子供で、えー、そのフィリピン人と一緒に渡航する人っていうことを書いてあって、 きっとですね、これ、パッと見た感じ、トラベリング・ウィス・ゼムってフィリピンのともはっきり書いてはなかったので、勘違いしてですね、あ、これはもう配偶者が入ってこれると思,思われた方も、私みたいに思われた方もいらっしゃると思うんですけども、今お伝えした内容は、在フィリピン日本国大使館が発表しているものですので、はい、間違いないですね。たとえ配偶者、あの、フィリピン人を奥さんに持っている、えー、ご主人でもですね、で、今日本にいらっしゃる方で、奥さんはフィリピンにいらっしゃってとか、 いう方はですね。あの、一人では入ってこれないと。奥さんと一緒でないと入ってこれないということですね。または、えー、逆のパターンもあるかもしれないですけどね。えー、フィリピン人の旦那さんを持ってる、えー、奥様ですね。は一人では入ってこれなくて、旦那さんと一緒じゃないと入ってこれないということですね。そして未成年のお子さんも一緒です。一人ではダメということですね。はい。まあ、この規制措置はですね、今後どうなっていくのか。これは2月1日からそのようになるということで、一月、 時点ではまだ、たとえ、フィリピン人の配偶者と一緒でも入ってこれないんですけれども、はい、2月1日からこう、まあ、少し一部緩和されて、一緒であれば入ってこれるということになっています。まあ、これは本当にですね、日々刻々と状況も変化しますし、フィリピン政府も本当にいきなり規制を発令してですね、え、明日からこうするよということもありますので、また変更する可能性もありますけども、毎日ですね、 え、情報をチェックしていただければと思います。必要な方はですね。私もですね、こうやって、え、重要な情報がありましたら、できるだけ早く正確にお伝えしたいと思っています。はい。それでは本日の動画はこれで終わりにします。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。